札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズ、この試合の模様をお送りいたします。ファイターズの先発は右の上沢、対するマリーンズの先発は右の酒井、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の上沢、マウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは岡、投げた、空振り三振、バットアウト、ボール球で仕留めました。左バッターボックスには平沢、打ちました、抜けた、バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、平沢ツーベース。ファイターズ先制のピンチを迎えます。ランナー一人を置いて迎えるバッターは中村、ヘッダー流し打ち、ファースト左へのライナー、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。投げた、打った、掴んで、これでスリーアウトになります。先ほどのプレーです。ファイターズこの回ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。ファイターズまずは無得点に抑えました。ツーアウトランナーなしという場面で清宮、背番号21、第9ストライク、投球これから2球目、打った、これはいい当たりだ、打球は入った、ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン、ストレートを完璧に捉えました。3対2、ファイターズリードを3点に広げます。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。さあ、リプレイです。2回の表、3点を追いかけますマリーンズの攻撃、トップバッターは角中、変化球、空振り三振、バッターは6番安田、次は5球目、打った、抜けた、安田ナイスバッティングです。バッターは7番ミキ、第4球を投げた、打って出た、破った、一塁ランナー二塁を回った、ミキツーベースヒット、ピンチを広げてしまいました。バッターは指名打者福浦、第2球打ちました、三塁ランナーはホームへ抜いていった、ライトバックホーム、マリーン点差を2点に縮めました。福浦タイムリー、ファイターズなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたい。キャッチャー田村、背番号20、第2球投げた、打った、ボールはライナーで左中間へ、これはヒットになります。さらに1点を返しました。田村タイムリーツーベースヒット、ファイターズなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。打順はトップに帰って岡、ファイターズ一打逆転のピンチを迎えています。変化球外れてフォアボール、ストレートのフォアボール、第5球投げました、打ちました、左中間のフライヒット、三塁ランナーホームに向かう、ファイターズ逆転されました。画面映像でご覧いただきましょう。バッターは3番中村、最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。流し打ち、どうだ、あっと抜けた、平沢一気に三塁へ、マリンさらに1点追加、中村タイムリーツーベース、ファイターズなおもピンチが続きます。先ほどのプレーです。バッターは4番井上、最初のバッターボックスはピッチャーライナーに倒れています。打ちました、掴んだ、これで2アウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第4球を投げました、空振り三振、2回の表が終わって5対3、ファイターズ2点をリードされています。3回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは安田、打ちました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番ミキ、これが2度目のバッターボックス、フォーク、空振り三振、ミキ全くタイミングが合いません。第4球を投げました、打ちました、中島ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。噂はこの回きっちりと3人で抑えています。3回の表が終わって5対3、マリーンズ現在2点をリードしています。さあ、同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で清宮、大きな声援が届いています。
第2球打った井上取った井上そのままベースを踏んで試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは田村第4球を投げました。スライダー空振り三振バッターはトップに帰って岡今日は三振とフォアボール第9投げました打ちました引っ掛けたフラフラっと上がった噂は余裕があります掴みましたこれで2アウトランナーありません。左バッターボックスは平沢投げた直球空振り三振最後は空振り三振で打ち取りました。4回の表が終わって5対5現在同点です。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で清宮第9投げた決まってストライク。まずは見送りました。投球これから2球目インコースへ変化球ボール投球は3球目見送ってボール第4球を投げた打った痛烈な当たりセンター下がった取ってこれで3アウトチェンジ。4回の裏が終わりまして6対5ファイターズ1点勝ち越しです。マリーンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは中村打った二遊間ライナー破ったセンター前のヒットになります。中村いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ます。ファースト井上投球はこれから3球目見逃し三振上沢見事なピッチングです。バッターは5番角中ここまで2打席連続三振投球これから4球目変化球空振り三振2者連続三振左バッターボックスには安田今日3打席目投げた打ちました引っ掛けたフラフラっと上がった杉谷落下点に入った取りましたこれで3アウト一塁ランナー中村残塁に終わりました。5回の表が終わって6対5ファイターズ1点リードは変わりません。マリーンズ追う展開で迎える6回です。バッターは清田第3球を投げた打ちましたセンターへの打球取りましたこれでワンアウトランナーはありません。バッターは DH の福浦第2球投げました打った杉谷ボールを取る一塁送球アウトこれで2アウトランナーありません。右バッターボックスには田村これが3度目のバッターボックス投げました変化球空振り三振田村全くタイミングが合いません。噂は下位打線を三者凡退0点に抑えています。6回の表が終わって6対5ファイターズゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは岡おっつけて打つファースト右破った岡二塁も狙う岡ツーベースヒットを放ちました。今日2本のヒットを放っている平沢投球は3球目投げました外角低め見逃し三振上沢3球で仕留めてみせました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは中村今日はここまで3打数低めの球見逃し三振井口ナイスピッチング第9投げました初球を打ったセンターへのフライだ取ってアウト3アウトチェンジ。さあリプレイです。二塁ランナー岡残塁に終わりました。7回の表が終わって8対5ファイターズ3点リードは変わりません。7回の裏ファイターズラッキーセブンの攻撃この回の先頭バッターは清宮第9投げました打ちましたファールボール第2球投げた会心の当たりセカンドから一塁送球ここは守備に阻まれました。8回の表これからマリーンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは角中ここまで3打席流し打ち渡辺バックしてサードを掴みました。これでワンアウトランナーはありません。投げた147キロ直球空振り三振バッターは7番清田第9投げた初球から打ってった清宮一塁キャンバス踏んでアウト3アウトチェンジトンキン三者凡退に抑えています。8回の表が終わって8対5ファイターズ3点リードは変わりません。ファイターズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁3塁という場面で清宮今日はホームランを打っています。投げたまた招きバッターストライク第2球投げたまっすぐ見送ってストライクバッター追い込まれました投げました打った痛
いよいよ最終回。先頭バッターは指名打者福浦。第1球打ちました。初球打ち、三遊間の当たり、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打藤岡に代わりまして、バッター藤岡。第1球投げました。初球打ちました。ボールはライナーでセンターへ。西川掴みました。あと1人。打順は1番に帰って岡。149キロ直球、空振り三振。岡全くタイミングが合いません。ファイターズ大差で勝利しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。